この仕事をやって何年ですか？何年やろ、18からやってるんで、もう10年ですね。まあ、阿蘇浦は真珠に適した海なんで、まあ、こういうところは日本探してもまあないんで、やっぱり真珠的には多分僕は日本一だと思ってるんで、ちょっとやっぱりね、親父がやってるんで親父を目指してやりかけました。親父はね、74まで、死ぬ間際までやってました。まあ玉がすごいっていうより、やっぱり精神的なものとかね、まあ、技術はもちろんいいですけど、気持ちの面でやっぱりね、僕は全然かなわないところがあるんで、尊敬しました。12月に玉を入れる状態にする作業があるんですよ、弱らせて。でそれをまた3月の半ばから作業をやり始める。でそれから玉を入れて、だいたい7月に終わって、それからまた回収で、12月にまた玉を抜くと。ずっと大変です。嫌です。バカだからできると思います。